はいどうもこんにちは、神風オレオです。今回はこのドラゴンフライを乗っけた0796くんでやっていきたいと思います。ということでね、3機ですね。はい、もちろん出雲くんに乗っけた4機なんですけれどもね、さすがにドラゴンフライを2つ持てないということで、今回はこのね076くんでやっていきたいと思います。ということで、編成は ASW くん4枠に F3 くん、そしてシャープソード、そして、30式レールガンに、703C にガルパンでございますね。まあそんなこんなで、まあドラゴンフライのね、まあ性能は前動画に載ってるんで、早速やっていきましょう。はい、と1試合目やっていきましょうってことで、でこのマップでね、はい、やったことないんですよね。空母マジで一回もやったことない気がするな、マジで。このねマップ嫌いすぎるから、あんまりね、それはもう空母やんないから初めてじゃねえかなっていうぐらい久しぶりですね。はい、早速やっていきましょう。で、索敵してみますか。え、少し変わったこのマップ。いや、痛いね。非常に痛い、非常に痛い。渦巻きってちょっと変わってない、変わったのか、変わってないよね、さすがに。一応、こじ出しておきましょうか。はい。今日喉が絡むんでね、ちょっとなんかすごい喉が変なことになってるかもしれない。まあ、それ置いといて、バチ君に攻撃していきましょう。はい、帰ります。はい、帰ります。はい。で、まあ、この、ん?ちょっとおかしくね、このバッチ。ん?バッチじゃなくて。え、ちょっと待って、HP ゴリゴリ削れてね、おかしくない?大丈夫これ。帰ろうぜ、お前ら。ちょっと怖いんだけど、マジで。この削られ方おかしいんだけど、ちょっと待って。あれじゃないの?マジでなんかね、紫リムじゃないの?怖いんだけど、マジで。このバッチ君狙い続けますか。はい。え、こいつマジで?マジで撃つのこいつ。いや、まあそこでチャフタ君もすごいな。いや、そこでチャフタかれるか。いや、弱ったな。うまいな。最近のね、やつってね、本当になんかね、ミサイル多すぎてね、タクタイミングわかんないと思うんだけど、ようお前ら叩けるな。すげえな、バッチ、マジで。おかしいだよ、マジお前。普通わからんもんだろ。タクタイミングなんて、ちゃうの。すげえな。すげえな、おい。普通わかるようなもんじゃねえぞ、おい。ちゃくたくタイミングなんて。オッケーオッケー。はい、ズムロ君にやっていきましょう。お、いいね、いいね、いいね。見てください。これ今、違うの?ん?いやいや、合ってるか?あってかどうかわかんないんだけどね。ヘリがちゃんと防空してくれ、防空じゃない、体感してくれてますね。はい。そうだよね。わしの勘違いじゃないよね。うん、いいね。ああ。あれ?わしの勘違いが。わしの勘違いが。わしの勘違いだったのか。え、でもね、やっぱ体感してくれてますね。いつも対空って言っちゃうから、対空と体感間違えちゃうな。ヘリが体感してくれてますね。はい。あんまりなんかイメージには、あんまりめちゃくちゃダメージ出してるイメージないんですけれども。けどまあ、ある程度出してくれましたね。はい。でもう一発撃ちますか。ほい。ほい。チャフタイタンで撃ちまーす。いいダメージですね。はい。で、こいつ自体は結構早いんですけれども。いや、痛いな、マジで。あー、そこにチャフタがいたかー、いたかー。まあ、じゃあ買いますか。はい。やっぱ赤楚くん、体育館弱いね。うん。で、前詰めていきましょうか。空母の山へ詰めるってどういうことだよって、どういうことだよって話なんだけどね。はい。空母だけど、前詰めていきましょう。なんか霧がありますね、霧が。霧がありますねってじゃないですけど。なんか霧が深いですね、はい。何要素があるのかと思いつつね。はい、どんどんやっていきましょう。OK! ナイス !F3 くん、補給完了ですね。さてさて。今回はちょっと見れたこと見れたんだけどね。あんまりパッとしなかったかな。ヘリの体感がね。で、最後は074くんですね。はい。074くんですね。はい。まあ、004くんはやっぱり強いと思ったら戦艦もいんのか、そうや。戦艦もいんのか、そうや。そっか、戦艦もいるのか、だるいな。何戦艦だ、あれ?あ、モスクワだけど、ん?うん。モスクワだけど、あれなのか。
せっかくだから体感してみたいけど、空母で。まあもう、勝ち確みたいな試合だしね。したいんだけど。相手もボットだし。したいんだけど、なんか、すごいやっぱり空母くんね、機動性は良くないんで、まあ仕方ないよねって感じなんですけど、遅いですね。さて、体感だ。どんぐらい頑張ってくれるかな。でヘリは近くに行けば近くに行ったでね、結構、防空にやれちゃうと多いんですけれども、どんぐらいやってくれるのか楽しみですね。お、でもちゃんと防空してくれますね。はい。うん。あ、でもみんな使い切ってるね。一応ね、レーザー誘導のやつ持ってるんですけど、今レーザー誘導見てみたらね、全部使い切ってましたね。やっぱレーザー誘導ね、おかしなとこ行くこと多いのかな。戦っていきましょう、じゃあ。いいね、いいね。ちゃんとね体感してくれてる。いいね、いいね、いいね。あ、結構良くない？結構良くない？結構いい体感してくれない？ちょっと見てみるか。あ、結構いい体感してくれてるじゃん。いいね。撃ってる、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 撃ってる。あ、多分、多分、あれは、あれ、多分、さっきのなんかレールガンは多分別のやつだな。OK。いいですね。はい。150万ダメージですね。はい、結構いいダメージ出してくれますね。ということで。まあね、やっぱ体感としては、まあ、優秀ではあるんじゃないかと思うんですけれども。まあ結局、ドラゴンウィングっていうね、やつもいるんで、どうなんかなと思いつつ。まあ、2試合目対戦するとこ見せてあげたいんですけれども。まあ、なかなか出会えないんで。はい、2試合目やっていきましょうってことで、はーい。味方に伝説がいますね。心強い。まあ、OK。ということで、早速やっていきましょう。まあ、心強いといえどもね。さてさてやっていきますか。ってことで、おっと、めっちゃ防空してくるね、敵。やばいね。防空力が凄まじい。足柄くん、まあ、そこまでな防空強いイメージないんだけど、強化されたしね。ちょっと待って、今、チャフの残りがでなんかね、受けられたんだけど。いやチャフの残りが痛いですね。で、君らは大丈夫かな？ちゃんと生きて帰れるかな？割と結構厳しい気がするんだよ、僕、これ。空母側。撃てるか？撃てるね。いいね。ポートレイヤー撃てますね。はい。帰りましょう。当たったけど、死なないよね、君。一旦帰りましょう、お前ら。はい、ショー。で、また航空機出していきましょうってことで、はーい。あの 5.2 キロのやつね、あたりかな。お、055A 君。久しぶり。おい、なんで今、すごいな、君の体育。3つとも落とすの、君。すごいね。で、撃破。お、潜水艦いるじゃないですか。潜水艦なんでいるの？それなんで浮いてんの？ OK、帰りましょう。まあ、正直な話、潜水艦はね、自分のね、はい。ドラゴンフライ君にやらせたい分はあるんですけれども、さすがにあそこにいて、あんな浮上してるのは、さすがに死んじゃいそうだね。一応対戦にちゃんとできるのかって言ったら、まあ、してくれますね。AI の時でも。ちゃんとしてくれます。けれども、過度な期待は良くないとは思うんですけれどもね、はい。今当たりそうでしたね、はい。けど、まあ、結構してくれるんで、意外と足しになるかもしれませんね、はい。そういう防空のね。いいダメージですね。いや、今回は、味方が強くて、勝ち確かな。いや、味方が近く強かったらね、空母のね、まあ、体感もね、出番ないんで。ないんでね。残念なことに。で、防空に関してどうなんだろう？あんまり私はね、本当に防空に関しては専門外なんで、あんまりよくわかんないんですけど。敵の防空ちゃんとしっかりしてますね。はい。いやー、30式だっけ？ 30 式入れるのはやっぱ痛いね。ちゃんと痛いですね。あ、みんな死にましたね。はい。まあ仕方ないから、こいつで行こうかって言っても、まあどうなんだろう。こいつって言ってもな、やっぱり、時間かかるから今とこ。
いやー、まあ、一試合目だけ体感できたらよかったけど、もうちょっとなんかね、対戦がね、ちゃんとしっかりできてるね、映像を見た、撮りたいですね、はい。やっぱ、検証班とか持っといた方がね、やっぱ強いんでしょうけどね、YouTuber としては。でも、なかなかそういうのは持てないな。ちゃんとね、対戦はしてくれるんですけどね。まあ、やっぱり動画で見せるのなかなか難しいね。はい。こういうね。まあ、15分の間のね、動画で見せるの難しいですね。ってことで、はい。まあ、一試合みたいに体感はちゃんとしてくれますね。まあ、といえどもね、マリン君とかもいらっしゃるっちゃいらっしゃるので、どうなんだろうね。マリン君とかもいらっしゃいますし、ドラゴンフライもいますから、ドラゴンフライじゃなかった。ドラゴンウィングかな。はい、ドラゴンウィングもいますから、まあ、こいつである必要性っていうのが難しいですね。はい。対戦ならもちろんコマンチ君とかもいますし、まあ、マリン君はちょっとなんか球数少ないかなと思います。コマンチ君もいらっしゃいますしね。まあ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 強いんですけれども、まあ、どちらかというとね、突出はしないかな。やっぱクーモに使うとなると。まあやっぱ索敵が強いんでね、やっぱ索敵に使うのが一番ですね。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。